はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。事業者及び施設という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。介護老人福祉施設の指定を受けるためには、 老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。介護保険法の介護老人福祉施設という指定をもらうためには、その前提として、老人福祉法で設置認可を受けている特別養護老人ホームである必要があるわけなんですね。なので、介護老人福祉施設というのは、イコール特別養護老人ホームでもあると。 ということになります。老人福祉法において、特養の設置認可をもらって、その後で、介護保険法で、介護老人福祉施設という指定をもらうという、この2段階のステップになっているわけですね。で、これは、同じ介護保険施設であるところの、介護療養型医療施設というのも同じ仕組みになっています。介護療養型医療施設という介護保険法の指定をもらうためには、その前提として、医療法において、 医療機関、病院や診療所というふうにですね、医療機関としてこれは許可をもらっている必要があるということですね。こういうふうになってます。医療法において許可をもらっている病院というのが、介護保険法において介護療養型医療施設として指定をもらえるという、こういう前提になっているわけですね。ここを押さえておくといいかなというふうに思います。ただ、介護保険施設というのはもう一つありますよね。 老犬というのがありますね。介護老人保健施設というのがあるわけなんですけれども、これに関しては別ですえ。許可、あるいは認可、それからの指定という2段階ステップになってないんですね。というのも、老犬というのはもう最初から介護保険法上の施設になりますから、介護保険法においても許可を出した時点で、それはもう指定というものも含んでいるという、こういう取り扱いになっているんですね。ですので、指定というものがありません。 老犬に関しては指定というものがありません。ですので、まあ、いろんな参考書とかテキスト、問題集なんか見て,る見てるとですね、あの、介護老人福祉施設の前には指定という言葉が入ることっていうのがありますよね。指定介護老人福祉施設というふうに表記されているものっていうのがありますよね。療養型もそうですね。普通に介護療養型医療施設というふうに指定を省略して記載しているものもありますけれども、頭に丁寧に指定という言葉をつけている場合というのもありますよね。 指定介護療養型医療施設というふうに表記しているものもあります。ですけれども、指定介護老人保健施設と書いているものというのはないんですよね。どんなものを見ても必ずもう介護老人保健施設とだけ書かれていると思います。それは今言ったような理由なんです。老犬に関しては指定というものが存在しないと。えー、許可というものが存在するだけなんですね。都道府県知事が許可をすると。介護保険法においてと。これしかないということですね。この違いというのを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが、 介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要があるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。